青山学院初等部は東京都渋谷区渋谷にある私立小学校。設置者は学校法人青山学院。青山学院初等部の起源は1874年の女子小学校に求められる。初等部の設立には米山梅吉や津田線らの協力があった。1937年に青山学院緑岡小学校設立、初代校長に交友である。 米山梅吉が就任。青山学院はメソジスト派のミッションスクールであり、キリスト教精神に基づいた教育を行っており、初頭部にはイースター礼拝などの宗教行事がある。施設としては、ドイツ製パイプオルガンを設置した米山記念礼拝堂などが置かれている。初頭部のある場所は、元は小松宮邸が置かれてあったため、その当時の名残である日本庭園が残されている。 春日道路の菊花紋章などに、それを読み取ることができる。青山学院初頭部は、青山学院教育方針に基づいて、神から与えられた賜物を生かし、感謝の心を持って祈り、神と人に仕える人間を育てる。2006年より、峠下校確認システム、安心、ハイレコを導入している。登校、下校時、ハイレコカードもしくはハイレコ機能付きフェリカカードを、 教室、校門付近に設置してあるフェリカポートにタッチすると保護者の携帯電話にメールで登下校をお知らせメールが届くシステムとなっておる。このシステムを応用し警報時などの連絡にも使用されている。ありがとうございます。